はい、じゃあ頼まれた四角5番いきますね。図1は有機化合物の構造式を決定するときの手順を模式的に示したものですと。ここにアイウに入るのは何ですかですね。不純物を含む資料から純粋な資料、これ分離生成して、次組成式の決定か。組成式の決定ってことは、純粋な資料を構成する、元素とその質量比を調べるなどして、ここに元素分析ですね。この後で選択肢あるんですけども、ここにね。答え6番です。はじめ元素分析を行うと。で、次に分子量を測定して、最後物理的、科学的な性質を調べるっていう順番で、ああいうに入れますね。じゃあもう一回。純粋な資料、純粋な資料を構成する元素とその質量比を調べるなどのその元素分析を行い、で、原子の数、まあ、分子量の最も簡単な整数比を求めることで、資料の組成比、組成式ね、組成比がわかるよと。ね。これね、組成式の決定と。で、分子量は組成式の式量の整数倍だから、分子量を測定する、ここに分子量を測定するという意味で、分子量を測定することで、組成式から分子式ができる、できますよと。で、最後に物理的、科学的な性質を調べることで構造式をね、決定できるっていう、この、6番をね、選んでください。いいかな。で、次、問いの2。これは簡単かな。図1の手順によるある物質 X の分子式がこうあったんだけども、カルパケ式、を持ってるので、X の構造式はどうなりますか。つまり COOH を持ってるからどうなりますかと。はい、じゃあこうですね。C が3つなので、1、2、3と。で、あとはもうそれで終わりか。もう、だからあとは O 二重結合で COOH。この形に持ってくればいいので、カルボキ式持ってるからね。じゃあ回答はこの形です。だから主査の、1、2、3、3本書いて、で、端っこに O を入れて、で、また OH 入れて、これで十分ですね。はい、これが回答です。で、次、問いの2。こっちか。炭素原子の数が1から4の直射状のアルカンに関するか。はい、じゃあ、ちょっとね、ちょっと別のものをちょっと見せしますので、これアルカンです。見るかな。メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサンか。で、それぞれね、ちょっと書いてあるんですけど、1から4番までは気体、5から16番までは液体、17以降が固体と。この形になっていると。いいね。で、あと、特徴が何だっけ。あと、さっきの選択肢が何だっけ。さっきの選択肢が、あ、はいはい。構造入れて、はい。あ、でね、ちょっと見てください。メタンと、塩素を混ぜて光を当てると次のような置換が起こりますよと。じゃあ、メタン CH4 で、光プラス CL2 で、これ、H が CL に引き換わったと。で、さらに光を当てて CLCL になったと。また光と CL2 を当てて CLCLCL。こういうふうにね、なります。はい、じゃあ、選択肢見てください。誤ってるのはどれですか？1番。常温蒸圧で、さっき1番から4番は気体ってありましたね。1番から4番。メタン、エタン、プロパン、ブタン。あそこまでは、常温蒸圧で気体です。で、これ合ってると。で、2番、水に溶けにくいと。アルカンっていうのは水に溶けにくいけど、有機溶媒にはよく溶けるってやつですね。これ合ってると。3番、構造異性体が存在しないか。存在しますよね。例えば、ちょっと C を4つ書いたんですけど、C を4つ書いたと。そしたら、即座をこっちつければ、これは構造異性体ですよね。ね、っていうふうなの構造異性体が存在しないっていうのはおかしいと。だから3番ね。で、あと光を当てると塩素と反応する。これさっきお見せした通りです。いいかな。で、次、問いの3。アルケンの分子式は炭素原子の数を N とすると CNH2N で表されると。で、1番。アルケン CNH2N が 2.10g か。に臭素を十分に孵化させると、こうなって 10.1g が得られると。このアルケンの N は何歩ですかと。はい、行きましょう。アルケンの、例えばね、ちょっと答え言う前にね、H レーンがあるとするじゃないですか。CC5 二重結合で HHHH ね。で、これで、BR を孵化すると。
そしたら BR2 はね、ただここにこの H と H が BR に置き換わって 1,2,G ブロモエタンねになると、いいかな。だからこれがこの形になってるので、ということは、今のもう一回ね、この1番こうなります。CNH2N たす BR2 矢印 CNH2N だから H は変わらないんですよね。で BR2 が余計にくっつくだけと、そこだけ要注意ね。いいかな。まあそれはここに書いてる通りか、これがこうなるよっていうのはね。はい、でこれ計算したら 14N グランパーモルね、こいつね 14N、 これ N があるから N と N がある 14N グランパーモルと、でこいつがBR2 をくっつけて足して 160BR2160 だから 14N 足す160ね、これがねグランパーモルね。そしたらそれぞれこれを分母に、これを分母に持ってきて分かるのが、これが 2.10、 これが 10.1 なんですね、問題文によると 2.10 と 10.1。 はい、ただもう係数比は1対1だから、じゃあ、このモルイコールこのモルの計算でしてください。そしたら N が3になります。いいですかね、これはそんなに難しくなかったと思います。トイさんはね。トイさんに、シスとランスの異性体が存在するある圏のうち、炭素原子の数が最も少ないシス型の化合物の構造式をトランス型との違いが分かるように。はいはい。ちょっと待ってね。そしたら、最も少ないだから、もうこれでいいですね。シスの2ブテン。これ二重結合で CH3CH3。この形でですね、最も少ないだから、これは回答です。シスの2ブテンを書けば正解です。シスとランス異性体が存在するアルケンのうち、炭素原子が最も少ないか、炭素原子が最も少ないシス型の化合物、はい、じゃあもうこれで終わりですね、シス型だから。はい、で次、これはねうちの塾の生徒に質問されたやつなんですけども、図には、L 乳酸だからこれね、これの共造異性体はどれですかと。これがね、ちょっと私ね、作ったんですけども、作りました。で、これよく見とってくださいね。で、答えね、2番なんですよ。だからね、ちょっと、こことここだけアップでいきますよ。じゃあ、これと、まあ、答え2番なんですけど、これの関係をちょっと説明しますね。だからね、要は、右手と左手の関係なんですよ、共造異性体っていうのは。間に鏡入って、これが、この左手が、こう映ってるよと。だからもう真ん中を挟んで左右対称になればいいんですね。いい、それが答えこれなんですけど、これとこれになるかどうか、それちょっと説明しますね。はい、できます。これ CH3 が手前にあると、 C がど真ん中ね。で HOH がこれが、これも一直線上みたいな感じね。で COH が向こう側にあると、いいかな。それがこうなるかどうか、ちょっといきますよ。そしたらね、ちょっとこれをね、読みといてくださいね。これは、ね、私、爪楊枝でね、作ったんですけども。ちょっと待ってね。これは、ちょっと爪楊枝でかすぎたか。これ、COH がこうありますよね。COH ね。これね。で、C が、まあ、C は書いてないけど、真ん中にあると。で、CH3 がここにね、ここにね。CH3。はい。で、今、こうあって、H が、H これね。H 手前ね。で、OH が向こう側ね。今、こうあるじゃないですか。で、COH を中心にくるっと回転させますよ。この H が上に来るようにね。この H が上に来るように行きますよ。ぐるっと回転します。H が上来ました。そして、H ね。OH か、ごめんなさい。OH が上来るようにか。もう一回。今この形ですね。COH がここにあって、CH3 がここにあって、H が手前の方に来て、OH が向こう側ね。で、OH を上に持ってくればいいか。OH をぐっと上に持ってきます。OH っていうのはこれね。これは上に持ってきますよ。こう持ってきて、あとは COH、この COH はね、まず向こう側に持ってきますよ。こう。そしたら、これと左右対称になってないですか。だって手前に CH3、向こう側に COH、COH、こいつね。COH。向こう側にね。で、だからこれが左右対称になってるかどうか。CH3 が、で、OH が上来てますね。OH が上にね。だからこれ左右対称になってますね。だから、もうちょっと COH を向こう側に持ってくればいいか。この COH を向こう側に持ってくれば、こうなります。だから、H、C、
で手前に CA3 で上に OH、あとは、向こう側に COH か向こう側にね。ということは左右対称になってる。これだからこれをね COH をいじらずにこう COH をくるっとこうやって回転させる感じで COH を向こう側に持ってくるとね、もう一回言いますよ。これが今もともとが、あ、違う違う、これね、これのもともとが COH こうでしょ。で CA3 があれ CA3 がこれか、 CA2 これね、今この関係になってると、 これがね、で H が手前ね、でこれをぐるっと OH を上に持ってきます。 OH を上に持ってきて COH をやや向こう側に持ってくると、まさしくこれの左右対称版ですね。 H がここにあって OH が上にあって、CA3 が手前に来て、で COH が向こう側に来てると、こうね、いいかな。はい、じゃあこれが、共造異性体です。はい、じゃあ回答2番ね。はい、そこまで。